ンネルスタート。G3 シルクロードステークスをかける、はい、1月中央競馬最後の重賞レースシルクロードステークス、ネギシステークスをやっていきたいと思います。まずは、最初のシルクロードステークスからやります。ということで、昨日推奨馬あげたんですけど、推奨馬、4番のルガル、5番のエターナルタイム、7番のジューンオレンジ、15番のバースくらいの4とあげましたので、それに準じてかけております。4番のルガルと5番のエターナルタイムに単勝で1000円ずつと、7番のジューンオレンジと、15番バースくらい副賞で、7番に600円、15番に500円いってます。で、4、5、7、15の、ボックスの3連複4通りを各100円ずついってます。でトータル3500円いってます。うん、はい、当ててくださいよ。やばい、本当にやばい、今週本当に調子が。競馬やめるっていうサムネがありましたから。マジで本当にやめたいぐらいきつい。12月より全然きつい。きつい、なんかもう週単位で当たってないんですよ、うん、今週、うん、今週地方行けば大井が合ってたんですけど、大井が本当にとことん外しまくってたんで自信なくしましたね。悔し涙はないですか？もう別に当たって嬉し涙、涙見れないですか？別にあれ当たって嬉しくて泣いたわけじゃないからね。いや知ってるよ、そもそも感動でしょ。そもそも、うん、知ってますよ。プロデュースとかに感動して泣いただけだから、負けて悔しくて泣くっていうのはどうなんだろうね。うん、涙の歌姫でしょ。いいフレーズですね。私は、はい、1着、2着、3着、全部当てに行く3連単。はい、はい、3連単。はい、1着55、はい、2着55、うん、3着473。はい。の100円ずつ。はい、アグリですね。13番一番人気。あ、わあ、入れてないんだっけ。入れてない、入れてないんだ、やばいね。2人とも一番人気外してるってとこが恐ろしいですね。うん、あれ3ってなんだっけ。3は多分それ13の間違いじゃない。あ、13かな、多分13か。3番だって13番人気ですよ。逆に穴でありえるけどね。いや13です。うん、アグリです。アグリね、3着以内には入りそうな感じしますけどね。うん、アグリ、うん、やっぱ一番人気ですし、まあ、個人的にはエターナルタイムが3番人気でオッズも 5.1 倍美味しいかなと思っております。じゃあ見てみましょう。はい、はい、お願いします。スタート。うん、ルガル好スタートでしたね。横にエターナルタイムがついてるのもいいですね。あ、テームスパーダが、あ、そっかそっか、テームスパーダが頭に来て、すごいね、テームスパーダの上がり方今すごくなかった、頭の、そういう馬ではありますけども、うんうん、そうね、ルガルも、うん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 、頭の方に行ってんのね、エタナルタイム真ん中ら辺にいるんですかね、アグリが。アグリマカが真ん中ですね。うんうんうん。あ、いいね。ジューンオレンジもいいとこにいますわ。五。あ、もう直線？うん、五。やばい。わあ、ルガル強いね。ルガル強い？うん。わあ、ルガルじゃん。ルガルが行く？ルガル行くのいいことだよ、めちゃくちゃ個人的に。ルガルだ。ルガルエターナルタイムアグリ？うん。どう、このサイレント勝ちっていう。当たったんじゃない？当たってない、当たってない、俺3連単だもん。なんで？あ、ルガルじゃないんだ。うん、うん、そうそう。3着。これね、これ、3連単当てれたね。4? ルガル、アグリ、エターナルタイム。ああ、当てれたね。うん。当てれた。勝った！ガチガチやん！てか、1200終わるの早っ！うん。だよね。13が3連複だったか。4135ですよね。うん、何が当たったんですか？私はアグリの、アグリじゃない、ルガルの単勝が当たりました。うん、お、あ、トントン、多分トントンプラマイゼロ。
なるほど。うん、3.5 倍でしょ、多分。エターナルタイムは副賞いかなかったんですよ。うんうん、すごくない？でも6着以下はもう混戦じゃない、ね、なんで、私。15は濃かったね。15はそこにいますね。ね。掲示板には乗らないかな。うん。なんで、4頭推奨馬上げてて、うん、まあ、ルガールが1着に来たのと、3着にエターナルタイムが来たって感じですかね。うんうんうん、だから4分の2当たったって感じですかね。あ、でもすごいじゃん。いや、でも、まあまあ、買い方問題ですね。また勝たなかった。ルガール1本に信じて、ルガールに単勝2000円とか言ってればもう勝ててたから、うん。そうですね。かも、ルガルとエターナルタイムでワイドで買うとかやっとけばよかったってことよね。全然当たんねえよ。ああ、なんかコメントが惜しいよね。でもそう、惜しい、うんうん、全着順見たいね。全着順見たいですね。5位以下がめちゃくちゃ混戦してたので、4、13、5、9、うんうん、9ノーマーク、わっ、ガミった。これで見たら 3.5 倍だったけど、今 3.3 倍になってるわ。ガミった。ガミった。うん。3連複なんて 11.8 倍よ。まあまあ、だって1番人気、2番人気、3番人気が順番変えてるだけですからね。馬感とそんな変わんないって。ってことはさ、1番人気、2番人気、3番人気をさ、ボックスで買ってたらさ、美味しいよね。600円で5000円ぐらいになってる。なんでここではそれが来んの？確かに。1番人気、2番人気、3番人気。あえて外したのに。G3 でここまで硬いの結構珍しくないですか？うん。いや、そうなんだけどさ。と思いますけど。え、あなたが見て。私が見て、あなた全敗。しょうもない、しょうもない、しょうもない。これだからゼロや。ゼロに等しいわ。あの、もう、シルク姉さんって呼んでいい？なんで？わかんないけど。シルク姉さんみたいな姉さんいるでしょ、本当に多分。お笑いでいるよ、シルク姉さん。シルク姉さん当たんねえじゃん。ね、後半戦は。ジャイサロン入ろうよ、ジャイサロン。確かに。入る価値あるよね、ジャイサロン入るわ、俺。まあ、後半戦、ネギシステークスが。え、ネギシステークス当たんなかったらもうちょっと、俺考えるわ、競馬に対する取り組み方。確かに考えた方がいいと思うよ。12月から負けて、まあ、私はガミってることが多いから勝ってる感じあんまないですけど、うん、回収率でいうとゼロじゃないんで、うん、ちょっとこうちょっとずつ戻してる感じなんですけど、副賞転がしの企画も終わったし、終わったしね。でもあれでだいぶ助けられてると思うよ、多分、まあね、1月船橋やるときにやろうよそれ。いや、次回の船橋がいいかどうかって言ったらまだ分かんないから。分かんないな、うん、あれ結構俺の中で盛り上がった、盛り上がってたね。いや、その6連勝するのが G3 とかその重賞で当たってくれたら一番いいんですけどね。じゃあ、はい、ネギシステークス、はい、ということで後半はネギシステークスを、明日はネギシステークスをお届けします。あ、マジだってた。結果はいかに、お楽しみに。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。